株式会社ヤマドの佐々木と申します岩手の山奥で社名の通り、ヤマドという名称の宿泊施設を営業しております。こちらのセッションではファイルメーカーを始めたばかりの人がシステム間の API 連携を実現したいと考えたときにその道筋をどのように作っていくかということを私の体験をもとにご紹介いたします。ファイルメーカーの過去のカンファレンスでも API 連携について言及しているセッションは多数ございますので API とは何か、 システム連携がなぜ必要なのかということについての説明は省略いたします。すでに API の概要を理解していて、それをどう作っていけばいいのか悩んでいるという方にとっての実務的な参考パターンの一つになればと考えています。あとはやはり全国の宿泊業に従事している方々にも参考にしていただける点が多いのではないかと思います。私自身はファイルメーカーの経験は5年ほどで、ファイルメーカーに関する資格は一つもありません。 普段は温泉旅館の一位スタッフとして働いていながら、会社の経営の細かい部分を管理していく立場にありますが、入社当初からの疑問として、使い勝手の悪いシステムが業務の生産性向上の妨げになっているんじゃないかということを感じていました。約6年前のことです。これなら自分で作った方がいいシステムができるだろうと思い、様々な開発環境を検討していく中でファイルメーカーと出会いました。 多くの中小企業には専任の IT 担当者がいないので普段の業務の片手間に情報を整理できるツールを様々工夫して使っていると思いますがその結果として気がつけば仕事を効率化するためのシステムがオペレーション上のボトルネックになってしまっているということが起きてきますこれを解決するために API を活用してシステム同士を連結し無駄な転機や手入力をなくし 可能であれば、Excel 依存からも脱却していくというのが、私たちがファイルメーカーを運用していく上で目標とし、そして実現することができた業務改善です。弊社のシステム構成図をお話しします。まず、宿泊業においてシステムを導入する際に欠かせないのが、Web 上で動くサイトコントローラーという仕組みです。各種予約サイトからの予約データや空室状況などを一元管理してくれるシステムですが、実際の宿泊施設のオフィスでは、 そうした予約情報をもとに、自分たちのオペレーションにとってわかりやすいように、様々な形で帳票を作り運用しています。この時に、サイトコントローラーと現場のオペレーションの橋渡しをするのが、宿泊業にとっての基幹システムの位置づけになる、ホテルシステムと呼ばれるものです。販売管理や顧客管理はもちろん、レストランで使う帳票やチェックアウトの会計業務に至るまで、宿泊業において必要な業務をひとまとめにしたパッケージ製品ですが、 現代の日本のおもてなし、特に旅館業の場合、その現場ごとに特有のサービスやオペレーションを抱えている場合が多く、既存のシステムではそれを管理しきれないことがあります。その結果として、先ほどのような天気や手入力に支えられた非効率的なワークフローが出来上がってしまうという問題が起きやすくなっています。ここで登場するのがファイルメーカーです。システムによって業務の限界が規定されるのではなく、 私たちの業務にぴったり寄り添ったシステムが欲しいと思ったとき、それを最も簡単に実現できるのがファイルメーカーだと思い、知識ゼロの状態から独学で開発に取り掛かりました。柔軟なカスタマイズ性やユーザーインターフェースも魅力ですが、それに加えて外部に開かれたシステムであるというのが一番の決め手になったと思います。どんなにそれ単体で機能する良いホテルシステムを作っても、肝心な予約情報が全て手入力では業務の生産性が上がりません。 サイドコントローラーと接続することを前提としてシステムを一から作っていくことが必要でした。本業の合間に取り組んでいたことなので作り始めてから実際に社内に導入するまで約3年かかりましたが、ともかく API 連携をしっかり実現してまともに使えるシステムができました。その実績をもとに現在サイドコントローラー以外の API 連携にも取り組んでいます。 ビジネス版 LINE である LINEWORKS を使ってファイルメーカーで成形した業務上の連絡事項をボタン一つで全体共有できるようにしたり、ステイフォームでお取り寄せ需要が盛り上がった時には、流行りに乗って EC を始めまして、これも既存のお客様情報との連携や発送業務等のオペレーションを管理するため、ファイルメーカーと接続することでストレスフリーな運用が可能になりました。あえて説明する必要もないかもしれませんが、帳簿用の会計ソフトに対しては、 仕分け用に成形したレコードの CSV をエクスポートすることによって、これまでは手入力をしていた一件一件の売り上げもボタン一つで取り組めるようになり、API 連携と同じくらい業務の効率化に貢献しています。この先の想定としては、従業員の出退金や、非対面でお客様の決済を完了し、スムーズなチェックアウトができるような仕組みを作ったり、AI 関連の技術を利用したチャットボットの運用等にも展開を広げていきたいと考えています。 実際に皆さんがこれらサービスと自分のカスタムアップを連携するときにまず一番に考えるのがどのようにデータ交換をするかということです。こういった様々なサービスとのデータ交換ではほとんどの場合において JSON という形式のデータが利用されていますが一部 XML が使われていることがあります。ここが重要です。データのやり取りは JSON なのか XML なのか ファイルメーカーはバージョン16から JSON を取り扱う関数が実装されたので JSON によるデータ連携なら初心者でも比較的簡単に API 連携のイメージがつきやすいかと思いますがもし XML だった場合そしてこれまで XML にあまり馴染みがなかった場合にはここからまた地道な学習期間が必要になるかなという印象です XML と XSLT と ファイルメーカーの FMPXML リザルト文法。この3者の関係がどのように機能するかということを注意深く理解していくことが、XML を取り扱う上でのポイントになるかと思います。さらに言うと、この XML データのやり取りが、ソープと呼ばれる通信方式で行われる場合には、別のアプローチを求められる場合がありますので、これは後から説明をするとしまして、まず単純な XML データのやり取りについて見ていきましょう。 API 連携というとデータが常に双方向に同期しているような印象を持たれる方もいるかもしれませんが基本的にはどちらかが相手に対してリクエストを送ることで初めてデータの通信が発生しますといってもファイルメーカーで何らかのサービスと API 通信する場合に使用するスクリプトステップは一つだけこちらのレコードのインポートというスクリプトステップですデータソースの指定オプションから XML データを選択すると、このように API のリクエスト先と XSL スタイルシート、XSLT と呼ばれるデータ変換用ファイルの場所を指定することができます。接続先 URL からダウンロードしたデータを、ここで指定する XSLT ファイルで変換し、ファイルメーカーに取り込むという流れです。僕たちのようなエンジニアではない人間にとっては、この XSLT がわかりづらいポイントです。 XSLT というのは、ある XML を別の構造の XML に成形し直すための使用書のようなもので、ファイルメーカーに XML を取り込む際に、この XSLT をかませることにより、ファイルメーカーの任意のテーブルの任意のフィールドに対して、XML 上のデータを一つ一つ格納していくことができるようになります。そしてファイルメーカー側で、 XML をどのように変換してほしいかを示したのが、この FMPXML リザルト文法です。API 発行体から出力されてくる XML データに対して、この FMPXML リザルト文法に沿う形で XSLT ファイルを作成することで、スムーズな XML の取り組みが可能になります。言葉だけで説明すると非常にややこしくて、私もインターネットの掲示板でアーカイブを検索したり、 ファイルメーカーカンファレンスで直接ファイルメーカーの社員の方に教えてもらったりして理解を深めていきましたので参考になるリンクを載せておきます図にするとこういう感じでしょうか http リクエストは get か post かの場合で記述方法が違ってきますがこの部分は SOAP 通信でなければそんなに難しくなくクリアできるかと思います SOAP かどうかは API の使用書に必ず記載がありますし そうでなければゲットか o ス t かということが記載されているかと思います。リクエストを送ると、それに対してレスポンスが返ってきます。このレスポンスは発行体で定めている形式の XML になっているので、これを FMPXML リザルト文法に則っ,った XSLT を介して変換し、ファイルメーカーが読み込める形の XML に成形してインポートするという流れです。実際にやってみると、細かな注意点が多数ありますが、 私が未だにクリアできないでいる問題の一つがこれです。これは、ソープでデータを送受信する場合に、XML データを API 発行体からダウンロードした後、データ本体の XML のタグがエスケープされた状態で入ってきたという状況です。XML 文書の中に XML 文書が入れ子状に格納されているためで、このままではファイルメーカーでの解析が難しくなります。 XSLT の関数を使ってプログラミングすれば、これらのエスケープ文字列を置換できるはずですが、そこに至るまでの学習コストを点秤にかけて、他の解決方法を検討してみても良いかと思います。私の場合は結局、XML をそのままファイルメーカーの変数、または任意のフィールドに取り込み、カスタム関数を利用して、XML のデータを各フィールドに分配するという方法を利用することにしました。 カスタム関数もなかなか最初のうちは馴染みづらくて敬遠しがちですが、誰かが作ってくれたものを利用してみるとその便利さに感動します。こちらに紹介しているサイトでは、XML 関連のカスタム関数が豊富にありますので、参考にしてみてください。と、ここまで API 連携の特に XML のパターンについて詳しく説明してきました。しかしご存知のように、この1年で API 周りの環境ががらりと変わりまして、クラリスコネクトという仕組みが登場しました。もし、皆さんが連携したいと考えているサービスが、このクラリスコネクトの中に含まれているときは、お金はかかりますが、こちらを利用した方が、やりたいことを簡単に実現できるかもしれませんので、検討してみてください。そして、困ったときには皆さん、積極的にコミュニティを活用してください。すぐにでも解決したい問題があるのに、周りで頼りになる人がいないとき、 アーカイブを検索すると役立つ知恵を発見できます。アーカイブにも載っていない問題については文章を作るのに時間はかかるかもしれませんが勇気を出して質問を投稿してみてください。もしかしたらシステムのバグでクラリスに報告をしなければそもそも解決できない問題だったということも実際にあります。また API 全般の問題についてはスタックオーバーフローで世界中の開発者からアドバイスをもらうことで開発効率を高めることができると思います。 さて、技術的な細かい問題も現場にとっては重要なことですが、ファイルメーカーによる業務改善が実際に私たちの企業運営にどれだけの効果をもたらしたのかということについてはこちらの通りです。ファイルメーカーを導入してからたった2年での実績です。当然これらはファイルメーカーだけではない複合的な要因によって達成できたことでもありますが、 宿泊業の現場の細かなオペレーション要求を365日支え続けてくれた功績は大きく、業績にもしっかりコミットするシステムであることを実感しています。最後に、今日のお話でご紹介した弊社のファイルメーカーカスタムアップは、ホテルシステムとして十分な機能性を備えており、特に部屋数が30室までの小規模宿泊施設様には参考にしていただける部分が多いのではないかと考えております。 もしご興味ある方がいらっしゃいましたら、私までどうぞ気軽にご相談ください。絶え間なく変化していくビジネス環境に、いつでもぴったり寄り添うシステムとして、お役に立てれば幸いです。